株式会社ヤマティの面接体験談 IT エンジニア職ヤマティって儲かってそうだよな元受けの仕事だそう年収も高そうだしヤマティっていいですよね儲かってそうだし面白そうな仕事ありそうですし私は以前ヤマティの中途採用の求人に応募して内定をもらったことがありますその時は他社に入社したのですがヤマティに入社するのも面白かっただろうなと今は思っていますその時の経験も踏まえてヤマティへの応募に役立つ情報を紹介します エンジニアの技術力構想。2010年の話なのでかなり前になりますね。一時面接は開発リーダーの方でフレームワークに詳しくて、技術的な話題で盛り上がりました。ヤマティの事前の印象って営業力が強いイメージだったのですが、エンジニアの技術力も高いみたいですね。エンジニアにも仕事を取ってくるような営業力が求められているっぽいと思っていたのですが、この方は技術一筋って感じでした。面談が終わって帰ろうとしたら、社長から今時間あるから面接しないってことになり。 社長といきなり面接、山下社長は、お客さんからこういうことをやりたいって言われたら、それを何でも実現できる会社にしたいんだ。とおっしゃったので、コンサルティングの会社にしたいということですか、と聞いてみたら、コンサルティングとは違う、アイデアを出すだけではなく、最後までやる会社にしたい。とのことでした。コンサルティングでアイデアだけ出して終了する会社より、アイデアを実際に実現する会社の方が断然素晴らしいですよね。部長が強烈なキャラ、二次面接の面接官は開発部門の部長と人事の方でした。 打足ですが、人事の方が美人でドキドキしました、わら。この部長は、以前不動産の仕事をしていて、IT のことはよくわかってないとのことでした。この方が一番大切にしてることは、責任感、なんだそうです。自分は IT の知識はないけれど、任された仕事は責任持って最後までやる、だから部長をやらせてもらえている、とのことでした。なんていうか、キャラが濃くて、とてもインパクトのある方でした。というのも、 年収は私が入社させていただく場合、年収はどれくらいになるんですかと聞いたら、稼いだ分だけ、いくらでもお支払いしますよと言われました。ええええ、と驚きましたが、これだけじゃなく、システム開発の見積もりって難しいですよね。高すぎると受注できないし、安くしすぎたら、利益が出ないですし、御社ではどうされてますかと聞いてみたら、私はいつもお客さんに、我々が作るこのシステム、いくらの価値があると思いますかって聞いてますよ。 と、ドヤ顔で言われました。めっちゃドヤ顔だったんですけど実際こんなことをお客さんに言ったらお客さんはなんて返すのかなぁと気になりますが逆転の発想というかユニークなキャラだなぁと思いましたなんていうか一緒に働いたら刺激があって楽しそうだなと営業力強そう私が今勤めてる会社はリーマンショック後に案件が一気になくなって困ってるんですけど御社はどうですかと聞いたらいやうちはそんなことありませんね仕事はいくらでもありますよとのことでしたこの部長は営業の電話をたくさんかけるなどの泥臭い努力もされてるんだそうです やっぱりそういう泥臭い努力って大事なんだなと感心させられました。忙しさは残業多い残業って皆さんどれくらいされてるんですかと聞いてみたら、それも、年収と同じで成果を上げてもらえれば、いつ帰っても良いし、いくらでも休んでいいですよ。とのことでした。いくらでも、は言い過ぎなんでしょうけど、そういう自由度のある職場なんだろうなと思います。そんなわけで参考になればと思います。